goodair.com。 さて、今更って言われるかもしれないんですけれども、まあ、こちらが普段編集をしている僕のデスクなんですが、いつもですね、まあ、僕ここに座っていつも編集してるんですよね、このマイクに向かって。なのですけども、いつもですね、僕が塾の中にいると、可愛い顔した、はい、こいつがいます。結構何回もね、ご登場していますけれども、うちに住み着いている野良猫のチャチャさんでございます。まあ、これはね、母猫の、トラって呼んでるやつがね、実は産んだ子なんですけれども、産んだ後に、なぜかですね、うちの塾の中に子猫を加えて持ってまいりまして、もう本当にちっちゃくて歩けないような、そんな、子猫たちを連れてですね、ガリガリに痩せた、トラがあと任せたぜ的な感じで塾の中に連れてきたんですよね。まあ、すぐ外には追い出したんですけども、生まれた瞬間からうちの塾に住み着いているチャチャさんでございます。もうね、眠い感じで、もう寝てんのかな。おや、朝だよ、朝だよ、チャチャさん、ご挨拶なんちゅう顔するお前、なんちゅう顔よ。チャチャさん、おはようございます。最近はね、うちの親もね、諦めて最近餌やりだしたんで、もう完全に飼い猫状態ですけど、まあ、本当はやっぱりね、猫って家の中で飼わなきゃいけないんだと思うんですが、なかなか家族の中でこう意見が分かれてですね、あくまで野良猫という扱い、あ、分かった、うるさかったね、はい、ごめんなさいごめんなさい、あくまで野良猫という扱いです。ちなみに生まれた時はね、このぐらい、本当に手に収まるぐらいの大きさだったんですが、もうね、半年9ヶ月か、9ヶ月でこんなに大きくなって、塾生たちからもとっても愛される猫ちゃんでございます。おー、よしよしよし、気持ちいいですか。ちなみにこれはですね、僕が喋ってるのがうるさいので、いつもこの奥の方に頭を入れて寝てるんです。はい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 、そろそろ起きましょうね、朝ですよ。はい、というわけで今回はうちの猫さんのご紹介でございました。2時間に1本、なかなか大変なんで、こいつにもいろいろ手伝ってもらって動画撮っていきたいと思います。お母ちゃんもね、いるんですけど、お母ちゃんのトラはちょっとお出かけ中ということで、おやすみなさい、まだ寝てていいよ。はい、とチャチャでございました。よかったらうちのマスコットとして覚えておいてやってください。以上です。後席、じゃあ後席来て、後席おやすみ。さつまじまん TV をご覧の皆さん、おはこんばんにちは、ゼウス、シャレです。2人合わせてサネウス、よろしくお願いします。鹿児島の YouTuber、さつまジャパン TV として、毎日投稿を頑張っております。この動画を見た皆さんも、いろんな方に拡散していただいたりとか、さつまジャパンという名前でいろんな方々に売り込んでいただいたり、うちらの動画を見てチャンネル登録、グッドボタンお願いします。お願いします。というわけで明日まで撮ってます。鹿児島の、魅力や観光地などお伝えできればなと思っております。はいこれらがやっちゃう。いや、冬の花火っていうのもいいもんですね。ちょ、サラン。おお、揺らしすぎでしょ。サラン、あ、あ、あ、サラン、おい、ドラえもんだよ、ドラえもん、ドラえもん。何そのキャラ、何そのキャラ。 Thank you for your listening. Good air.com.Stay tuned. 九州をテーマに九州を盛り上げようと頑張ってお届けしていますインターネットラジオグッドエアでは、現在皆様からの情報を募集しています。観光情報、イベント情報などなど、九州にまつわるものなら何でも OK です。お店の紹介をしてくれとか、そんなんでも全然 OK ですよ。原稿書いてくれるならガンガン CM とかもね、流していきますので、ぜひぜひ情報をこちらまでお寄せください。お待ちしております。詳しいことはインターネットラジオグッドエアの YouTube の概要欄の方、こちらをご覧いただきまして、メッセージを送って
てもらったりメールを送ってもらったりと、そういった方法でこちらまで情報をいただければなというふうに思っておりますから、どうぞよろしくお願いいたします。お相手は中村健太郎でした。また次回よろしく。バイバイバイ。Good Air Dokkan. Your listening station is Good Air Dokkan. You can enjoy music and talk. We are waiting the message from you. Please send us mail. ASANETA@GOOD-AIR.com. Stay tuned.